今回は、ざわつき声、地獄の音、ボットン便所の会、という話を紹介します。ではどうぞ。高校を卒業し、進学して一人暮らしを始めたばかりの頃の話。ある夜、部屋で一人ゲームをしていると、下の方から大勢の人が、ざわざわと騒ぐような声が聞こえてきた。俺は、下の階の人のところに客がいっぱい来ているのかな?とも思ったが、耳を澄ましてよく聞いてみると、声の感じから数人ということはなさそうだ。もっと大勢の人の声のように聞こえる。気のせいかもしれないが、まるで大きな駅などの、雑踏のざわつきのような感じだ。その時は、そういう映画か番組でも見ているのかな?と考えながら、それ以上気にせずにいた。が、寝る頃になっても一向に、ざわつき声、がなくなることはなく、そこまで大きな音ではないのだが、深夜3時頃まで聞こえていたせいで、結局気になって、その日はほとんど寝ることができなかった。それから数日間、毎日ではないが夜10時頃から深夜3時頃まで、頻繁に、ざわつき声、が聞こえてくるので、俺はろくに眠ることができず、いい加減苦情を言おうと、会課の人のところへ行くことにした。呼び鈴を押して、しばらくすると住人が出てきた。歳は俺より2つか3つ上くらいだろうか、見た感じ学生っぽく見える。俺が上の階の住人であることを話し、苦情を言おうとすると、その人はいきなり不機嫌になり、あんた毎日毎日の夜中に何やってんだ。うるさくて仕方がないんだが、と逆に言われてしまった。ややこしくなるので、ここからは下の階の人を、仮に佐藤さんとします。意味がわからない俺は、事情を最初から話して、下の方からほとんど毎日のように、大勢の人のざわつき声のようなものが、聞こえてくると話すと、佐藤さんは、ざわつき声、が、夜になると、上から、聞こえてきて、そろそろ大家不動産屋に、苦情を言おうと思っていたと話し出した。その話を聞いて、俺は理由はよくわからないが、何か嫌な感じがしてきた。あれは明らかに人の声だ。何度も聞いているから聞き間違いはない。それに佐藤さんも、大勢の人のざわめき、であることは、間違いないという。しばらくの沈黙の後、天井裏に何かあるのかな?と佐藤さんが言ってきた。天井裏行ってみる?佐藤さんがそう切り出してきて、俺の返事も待たずに懐中電灯を持ち出してきた。が、俺は勝手に解決しようとして、万が一にも天井を踏み抜いたり、そうでなくとも何か壊してしまったら、後々いろいろ問題になるかもしれないため、ここは管理している不動産屋に事情を話して、来てもらった方がいいんじゃないかと提案し、行く気満々の佐藤さんを説得した。そして俺は、ざわつき声がする、というと不審に思われるので、そのあたりははぐらかし、床下から何か異音がする、と不動産屋にしらじらしく電話を入れた。すると不動産屋は、どうやら天井裏にネズミか何かが、入り込んだと思ったのだろうか。数日以内に業者を連れてそちらに向かう、と言ってきた。俺は何か結果的に、騙しているような感じになってしまって、ちょっと引け目を感じたが、そのことを佐藤さんに話すと、まあ、異音がするのは事実だし、とにかく来てもらおうよ。ということで、特に問題ないだろうとのことだった。当日、結構早い時間に、佐藤さんが俺の部屋にやってきた。不動産屋と約束した時間には、まだかなり余裕がある。彼が言うには、どうも急な用事が入ってしまって、今日は立ち会えないとのことで、不動産屋が来たら、問題ないから、合鍵で勝手に部屋に入ってしまって構わない、と伝えてほしい。とのことだった。そんなこと自分で電話しろよ。俺はそう思ったが、まあ仕方がないので了解し。不動産屋との待ち合わせの時間まで、待機することにした。昼少し前くらいに、不動産屋が駆除業者と一緒にやってきた。不動産屋が、佐藤さんと連絡が取れないんですが、何か聞いていませんか?というので、今日の早朝にあったことを話すと、少し困った顔をしたが、一応佐藤さんの部屋へ行くことにした。話を聞くと、1階と2階の間を調べるには、佐藤さんの部屋の、バスルームの天井から入るしかないらしい。佐藤さんの部屋に行くと、合鍵で開けてほしいとのことだったが、なぜか部屋の鍵は開いていた。さすがに俺が入るのは問題があると思うので、業者と不動産屋に任せて外で待っていると、突然中から、うわ、大丈夫ですか?という声が聞こえてきた。何事かと玄関のドアを開けてみると、不動産屋と業者が真っ青な顔をして出てきて、警察に電話を、と言ってきた。その間いろいろあったのだが、長くなるので結論から書くと、佐藤さんがバスルームで死んでいたらしい。それからいろいろ大変だった。パトカーや救急車がやってきて大騒ぎになり、俺も警察からいろいろと事情を聞かれた。朝に佐藤さんと話した時は、不審な様子は少なくとも俺の見た感じでは、一切なかったことを話し、
一応天井裏のことを警察に話すと、それも含めて調べていたようだが、何か見つかったのかとか、そういうことは何も教えてもらえなかった。結局俺としては天井裏の、ざわめき声、も含め、佐藤さんの死因も何もかも、あやふやなままになってしまった。その日の夜、いろいろありすぎたので疲れてしまい、さっさと寝てしまおうと早めに布団に入ると、例の、ざわめき声、がいきなり聞こえてきた。が、何かいつもと様子が違う。よくわからないが違和感がある。しばらくして、その違和感が何なのかに気がついた。今までは下から聞こえてきていた声が、明らかに横から聞こえる。しかも今までは床越しに聞いていたので、多少くぐもって聞こえていたのだが、今回は、まるで同じ部屋の中から聞こえてくるように鮮明だ。そう考えた途端に、急に背筋が寒くなってきた。目を開けて声の方を見てみたい気持ちもあるが、ぶっちゃけ怖い。そうは言ってもやはり声の正体は気になる。俺は夜決してベッドから起き上がり、声のする方向を見た。そしてとんでもないものを見た。そこにはスーツ姿の男が一人立っていた。ただ、厳密には、立っていた、というのとは、少し状態が違う。まるで水面から、上半身だけを出しているかのように、床から人の上半身が生えているような状態だ。それだけでもかなり異様な状況なのだが、そのスーツ姿の男は、眼球を上下左右に激しく動かし、口もまるで早口言葉を喋っているかのように、激しく動いている。そして、その口から霊の大勢の人のざわめき声が、聞こえてきていた。俺はあまりのことに体が動かせず、わけもわからずそのスーツ姿の男を凝視していると、暗がりに目が慣れてきて、もう一つ異様なものを見つけた。佐藤さんだ。佐藤さんが床から顔だけを出し、目いっぱい目を見開いて天井を見つめ、まるで魚のように、ゆっくりと口をパクパクさせている。それを見たときなぜか直感的に、あれは何かとてつもなくヤバいものだ、と感じた。俺は完全に思考が停止してしまい、わけもわからないまま気の見気のままで、携帯と財布だけを持って部屋から逃げ出した。その夜はひとまず漫画喫茶で夜を明かすと、朝一番で不動産屋へと向かった。あんな場所にはもう住んでいられないので、引っ越して続きをするためだ。不動産屋に着くと、担当の人を出してもらい、すぐに引っ越しの話を切り出したのだが、突然のことにしても、やけに担当の人の様子がおかしい。なぜか、どうしても引っ越しをさせたくないように見える。不審に思ってしつこく追求してみると、どうも俺は佐藤さんの死に関係があるのではと、疑われているらしい。だから安易な引っ越しはさせられないようだった。言われてみれば当たり前のことだ。佐藤さんと最後に会っていたのは俺だし、何より騒音トラブルもあった。朝の出来事も俺がそう言っているだけで、客観的な証明など何一つない。何より佐藤さんの死因はまだ不明のままだ。俺が子、したと疑われても仕方がない状況だった。そこに来て、いきなり俺が引っ越しをしたいと言ってくれば、不動産屋としても当然疑うだろうし、当然不動産屋だけではなく、警察も疑っているだろう。かといって、あの部屋に戻るのだけは絶対に嫌だ。あんな得体の知れない不気味なものが現れた場所で、また過ごすなどありえない。そもそも、あのスーツ姿の男が佐藤さんの死に、何らかの形で関わっているのは明白だ。もしかしたら、次のターゲットは自分かもしれない。そんな事情が事情だけに、俺としてもあの場所に戻るのは絶対に嫌だ。そこで信じてもらえるかどうかはわからないが、今までの経緯や、昨晩のことを正直に不動産屋に話した。すると、不動産屋はこの話を信じたのかどうなのか、わからなかったが、とりあえず自分の裁量では、どうにも判断できないので、警察と相談してほしいと言ってきた。仕方がなく、俺は昨日警察からもらった名刺の番号に電話をして、警察署で事情を話すことにした。警察署に着き、担当の人に不動産屋で話したことと、同じことを話したのだが、当たり前といえば当たり前だが、当然話は信じてもらえなかった。むしろ、こいつは何を言っているんだ、みたいな態度を取られ、前日の寝不足のこともあり、イライラしていた俺は、発作的に、だったらてめえも、あそこに一晩いてみろよ、と大声で怒鳴って、担当の警察官に自分の部屋の鍵を投げつけた。後から考えれば、理不尽で無茶な要求をしていたのは、俺の方なのだが、警官は俺を落ち着かせると、引っ越し先はあまり遠くにしないことと、引っ越し先の住所を報告し、警察からの電話には必ず出ることを約束すると、引っ越しを許可してくれた。その後、俺はなんとか別の場所に引っ越すことができ、事件の方は、どうやら佐藤さんの自殺のようだということもわかり、お礼の疑いもなんとか晴れた。自殺であることが判明してからしばらくして、俺はまた警察に呼ばれた。どうも佐藤さんの PC から、日記が見つかっていたのだが、そこに書かれている内容の一部に、
俺が警察で話した、例のスーツ姿の男と酷似した人物のことが、書かれていたそうで、そのあたりの事情を、もう一度詳しく聞きたいということだった。結局、あのスーツ姿の男の正体は、今でも不明のままだが、警察から聞いた話で、いくつか分かったこともある。日記の内容から、どうも俺が最初に佐藤さんのところへ、苦情を言いに行った時点より前に、彼はスーツ姿の男に出会っており、ざわつき声の正体が、その男であることも知っていたようだった。そして日記には、スーツ姿の男が明らかに悪意のある相手であることが、繰り返し書かれていて、佐藤さんは身の危険を感じていたらしい。なぜそこまで分かっていたにもかかわらず、彼はあんな、さも何も知らないかのような態度を取ったのだろうか。警察は何も言っていなかったが、もしかしたら天井裏には、何かがあったのではないだろうか。佐藤さんはそこまで知っていて、何らかの理由で、俺を巻き込もうとしていたのではないだろうか。今となっては何もわからない。これは20年ほど前、私が都内の某レコーディングスタジオで、働いていた時の話です。働いていたと言ってもアルバイトだったのですが、4年ほど先輩エンジニアのアシスタントに専念し、一通り仕事を覚えた頃、先輩が、そろそろ正社員になるか?と言ってくれました。正社員として働くには、レコーディングの全ての作業を、一人でこなせなければなりません。バンドとの打ち合わせに始まり、セッティングから録音、トラックダウンという、最終的な音の調整までを一人でできて、やっと一人前なのです。私の実力を判断してもらうには、試験的なレコーディングを、しなければいけないわけなのですが、さすがに半人前の私が、有名で実力のあるバンドのレコーディングを、担当するわけにはいきません。アマチュアで、なるべくレベルの高くないバンドを、担当することになります。そんな中、予約をしてきたのが、大学生3人組のアマチュアバンドでした。彼らは初めてのレコーディングで、なるべく安く、短い時間で2曲を撮りたいということです。こんな言い方はよくありませんが、スタジオ的には、失敗しても良いバンドというわけです。担当は私になりました。トラックダウンまでを含めて、2日間というスケジュールで、レコーディングすることになりました。当日、軽い打ち合わせをしてから、早速ドラムとベースのセッティングをして、レコーディングが始まりました。大学生の実力はまずまずで、レコーディング自体はスムーズに進みました。ギターを録音している時でした。ギターの子が演奏中に手を止めて、今、女の人の声しませんでした。というではありませんか。レコーディングでは基本的に、本番中に演奏している人に、話しかけることはありません。また、エンジニアである私や、他のメンバーが待機している、ミキシングルームの声も、手元のボタンを押しながら話さないと、演奏中の人のヘッドホンには、届かないようになっています。もちろんこの時は誰も話しかけていません。ギターを演奏しているのも、分厚いドアで閉じられた、ブースと呼ばれる小部屋なので、外の声が入ることもありません。実際に録音した音を確認しましたが、特に声のような音も入っていなかったので、気のせいじゃない?と言い、レコーディングを進めました。実際にギターのエフェクトや奏法によっては、人の声に似た音が出ることもあるので、全く気にしていませんでした。その後も、なんだか声がした気がするんですよね。と何度か言っていたギターの子ですが、私も他のメンバーも、気のせいだろうと流していました。そんなことがありつつも、ギターの録音は無事に終了。残るはギターの子によるメインボーカルと、他メンバーのコーラスなのですが、ここで問題が発生しました。通常、ボーカルというのは、曲の途中で声質が変わるのを避けるため、一曲を日をまたいで録音することは、あまりないのですが、一曲目のボーカルがうまく歌えない、というところでタイムアップ、メンバーの終電の時間となってしまったのです。しかし残された時間は、トラックダウンも入れて、明日一日しかありません。そこで私はメンバーに提案しました。幸いにもボーカルは数回分は録音してある。明日までに私が、これらをいいとこ取りで繋ぎ合わせ、音程がずれているところは修正しておくので、明日は2曲目のボーカル取りから始めないか、という内容です。レコーディングエンジニアは、ほとんどがプロツールスというツールを使っており、このツールを使ってしまえば、音程やリズムのズレはもちろん、ありとあらゆる修正ができてしまうのです。バンドメンバーは、少し悔しそうな顔をしていましたが、あと1日で終わらせなければ、また追加の料金が発生してしまう、ということもあってか、しぶしぶ了承してくれました。メンバーを見送り、私の徹夜作業が始まります。3時間くらいで終わらせられれば、5時間くらいは眠れるかな。そんなことを考えながらタバコに火をつけ、ボーカルの声を修正し始めました。作業は思っていたよりもスムーズに進み、
ちょうど曲の半分ほどまで、修正が終わったあたりのタイミングで、休憩がてら、少しスタジオ内を片付けることにしました。ブース内のケーブル類を片付け、掃除機をかけていた時です。掃除機の騒音に紛れて、女性の悲鳴のような声が、聞こえたような気がしました。すぐに掃除機を止める私。外部の音が一切入ってこないスタジオ内は、耳が痛くなるほどの静けさに包まれています。しばらく静かに待ってみましたが、女の声は聞こえません。やはり気のせいか、働きすぎかな。そう思い、ブースからミキシングルームに戻ろうとした時、突然、今日レコーディングした曲が、大きな音で流れ始めました。バグった。そう思いました。ヘッドホンからしか、音が流れない状態になっているにもかかわらず、メインの大きなスピーカーから爆音が流れています。レコーディングした音のデータは、すべてハードディスクドライブに保存されています。都度データは保存しながら作業はしていますが、万が一データが消えてしまったりしては、最悪の事態です。慌てて PC に向かい、停止ボタンを押しました。曲は止まりません。今日何度も何度も繰り返し聴いた、大学生たちの曲が鳴り続けます。停止ボタンを連打しますが、曲は止まりません。むしろ PC が一切の操作を受け付けなくなりました。電源を切ることも一瞬考えましたが、データが消えるリスクを考えると、さすがにできませんでした。そうこうしていると、曲にノイズが入ってきてしまいました。爽やかな曲に混ざって、という古いラジオのような音や、といった金属を打ちつけるような音が聞こえます。いよいよ本格的にぶっ壊れたかもしれない。すべてを諦めて、電源を落としてしまおうか、と考え始めた時でした。曲も、それまでのノイズも、かき消すかのような大音量で、キャーという女の悲鳴が響き渡りました。キャーキャー凍りつく私を、何度も何度も女の悲鳴が襲います。スピーカーがバリバリと、割れそうな音を出しています。そして次はその女の悲鳴の奥から、子供の声で、うわーんというような、本気の泣き声が聞こえてきました。その次は大人数の大人の男の声で、うおーという地鳴りのような叫び声も聞こえます。私は立ち尽くしながら、何かとてつもない惨事から、逃げ惑っている人たちの姿を想像しました。今になって思えば、地獄にマイクを立てたら、こんな音が取れそうな気がします。どれくらい経ったでしょうか。おそらく2分も経っていないと思いますが、徐々に断末魔のような声が小さくなっていき、元の大学生の爽やかな曲に戻っていきました。今度は停止ボタンで、普通に曲が止まりました。呆然としながらも、私はデータの保存ボタンだけ押して、とりあえずスタジオを出て、事務所の休憩室で休むことにしました。休憩室には同じく泊まりで作業をしていた、先輩エンジニアがいました。先輩は私の顔を見るなり、データでも飛んだか?と言いました。私は相当真っ青な顔をしていたようです。私は先輩に、先ほどあった断末魔のような声のことを話しました。先輩は、特にこのスタジオに曰くはないが、ここに限らずレコーディングスタジオというのは、なぜか心霊話が多い。と言っていました。確かに青山の某有名スタジオの心霊話は、私も噂として聞いたことがありました。その後は先輩にスタジオに付き添ってもらい、なんとか最低限の作業をして朝を迎えました。あれだけの断末魔が聞こえたのに、音源に異常はなく、レコーディングの2日目は、問題なく終えることができました。今思えば、初日にギターの子が言った。今、女の人の声しませんでした?の時から、何かが音源に乗り移り始めていたのかもしれません。結局真相は不明ですが、曰くがあろうがなかろうが、こんな現象は起きるのだと思い知りました。あの断末魔を文字で再現すると、どうしてもギャグみたいになってしまいますが、本当に恐ろしい叫び声でした。こんな体験は最初で最後でしたが、結局、前日の徹夜などで無理をしすぎた私は、正社員になる前に体を壊して仕事を辞め、田舎に戻り、今は建設系の仕事をしています。と20年ほど前の話をここまで書いて、今更思いましたが、もしかしたら、呪われてたのは私なのかもしれませんね。皆さんはボットン便所なるものを知っているだろうか?俺がまだ幼少の頃は、それなりに存在していたが、水洗トイレが一般的になった現在、若い方は見たことすらないかもしれない。正式名称は、汲み取り式便所、というが、幼少の頃はこれがとにかく恐ろしく感じた。和式スタイルの便器に水洗式でいう、水が流れていくような大きな穴が開いており、ここに用を足すのだが、幼少の頃は、その穴に自分が落ちてしまうのではないか?とか、穴から手が出てきそう、と
という恐怖と戦いながら、トイレに入ったものだ。母方の実家がボットン便所で、遊びに行くのは楽しみだったものの、唯一このトイレだけが苦手だった。穴の恐怖はもちろん、トイレの中はアンモニア臭が漂うため、これもまた苦手な要因の一つだった。さて、前置きはこれくらいにして、この話の体験談の主は俺の父方のおば。嫁いだ先は定見の農家で、その近隣で起こった話である。おばには娘が二人いる。上の娘が15歳、下の娘が12歳の時のことだ。近隣でトイレ覗きが頻繁に起こった。上の娘、里美、も、その被害者の一人で、夜トイレで用を足していたら視線を感じたため、窓に視線を向けたところ、男と目が合ったというのだ。里美はその男に心当たりがあり、近所に住む陽一という男ではないかと疑った。陽一は里美より2つ年上の高校2年生、おとなしくて目立つタイプではなかったそうだ。里美の疑い通り、犯人は陽一ではないか?という噂が近隣で広がり始めた。だが、陽一の家はその土地の有力者で、下手なことは言えない。そこで被害に遭った家の男衆で、見回りを行うことになった。見回りを始めて、2週間ほど経ったある日の夜、ついに犯人が捕まった。おばの家から4軒隣で覗きが出たのだ。覗かれたのはその家の娘で、トイレに入ると外で物音がしたそうだ。娘は用を足すふりをしながら、トイレで様子を伺った。すると窓から男の顔が見えたため、大声で父親を呼んだ。父親はすぐに外に出て、大声で覗きが出たことを近隣に知らせた。その声は見回りをしていた男衆にも届き、ついに犯人を捕らえることに成功。大方の予想通り、犯人は陽一であった。間もなくして、騒ぎを聞きつけた陽一の両親が駆けつけた。被害に遭った家々は揃って、陽一を警察に突き出すと両親に言い放った。父親は、それだけは勘弁してほしい。陽一の将来もあるので、警察沙汰はやめてくれ。と、懇願した。怒りが収まらない人々は、ここぞとばかりに両親を責めた。有力者であるがゆえか、陽一の両親はかなり傲慢で、それはもう嫌われていたらしい。陽一の父親は、金銭で事を収めたいという提案をしてきた。条件は2つ。陽一には、二度とこんなバカなことはさせないので、警察沙汰にしないこと。口止め料を払うので、このことは絶対に他言無用にすること。陽一が初犯であることと、納得せざるを得ないような額の口止め料に、おばも含め誰一人、条件を拒む者はいなかった。それからしばらくは平穏無事に過ぎていたが、陽一の父が被害者宅に怒鳴り込んでくる、という出来事が起きた。発端は口止め料を払ったのに、例の件が広まっていることへの怒りだった。人の口に戸は立てられぬ、とはよく言ったものだが、その言葉通りに覗きの噂は広まっていた。そこで怒りの収まらない父親が、犯人探しを始めたというわけだ。しかし、被害者住人からしてみれば、陽一が元凶ということも忘れ、どこから漏れたかわからない噂を、自分たちのせいにしたということだ。どちらの言い分もわからなくはないが、とにかく醜い争いが勃発したという。結局、誰が一体はないは、明らかになることがなかったが、騒ぎが大きくなったことで、当の陽一は不登校になった。陽一は県内でも有数の進学校に通っていたが、実のところ学校の勉強についていけず、といった理由もあったらしい。しかし両親は、噂を広めた被害者住人が全て悪いと憤慨していた。被害者住人たちと対立が深まる中、再び覗きが起きた。住人は陽一が犯人だと決めつけ、今度こそ警察に突き出す騒ぎに発展。両親は一人息子の陽一をかばい立てしたが、住人の怒りは収まらなかった。覗きの件とは無関係な住人までもが騒ぎ立て、収拾がつかなくなる事態へ。そうこうしているうちに、陽一が行方不明になった。住人たちは、いなくなったのは犯人だからだ、とか、両親がどこかに隠した、などと、好き放題に言っていた。両親は警察に捜索願いを出し、必死に陽一を探した。しかし住人の誰一人として、捜索を手伝う者はいなかったそうだ。行方不明から3日後、捜索虚しく近くの川の下流で、冷たくなった陽一が見つかった。上流の橋で陽一の遺品が見つかったことや、事件性がないことから身投げしたと警察は断定。陽一の字、図は新聞にも載ったが、覗きの件は完全に伏せられており、警察にも顔が利く父親に忖度したと言われた。両親は字、図の原因は、住人のせいだと決めつけていたが、遺書には、両親の過度の期待が辛かったこと、とりわけ父親の教育熱心ぶりがきつく、そこに来て覗きの件で、恥さらしと罵倒されたことが引き金になったと、書かれていたとかなんとか、真相はわからないが陽一の死をもって、この件は幕引き、となるはずだった。しかし事態は急変する。陽一の死後、不
再び覗き事件が勃発。最初の被害は、おばの斜め向かいの住宅で、その家の娘が男に覗かれたと夜中に騒いだ。それから近隣では覗きが多発したのだ。陽一が死んだのに犯人は別にいたのか?など、憶測が飛び交い始めた。男衆は見回りを再開したものの、一向に犯人は捕まらない。そんなある夜中、おばの隣の川田という家でそれは起こった。隣の家から悲鳴が聞こえて、里見が飛び起きた。隣の部屋で寝ている妹の君子を、起こしに向かったところ、やはり悲鳴で目が覚めたようだった。誰か来ておくれ。声の主は川田のおばあさんの声。その声を聞いて慌てて1階に向かい、両親を起こす。おじとおばが川田家に向かった。君子と里見も、二人で家に留まるのは怖かったため、一緒について行った。川田のおばあさんは、早くに旦那を亡くしたため一人で住んでいた。当初、お年寄りの一人暮らしを狙った、物取りの類かとおば一家は思ったらしい。川田さん、どうかしたか?おじが大声で呼びかける。ひぃ、ひぃ。かすかにおばあさんの声が聞こえた。玄関は鍵が閉まっていたものの、ただごとじゃないと、玄関をぶち破って中に入っていった。その物音を聞いて、近隣の住民も飛び出してきた。おじが先頭になり、恐る恐る家の中を進んだ。暗く長い廊下の奥にうっすらと明かりが見え、そこにおばあさんが、壁にもたれかかっていたのが見えた。川田さん、無事か?おじの声に、おばあさんは明かりの方向に指を差し、口をパクパクしている。おばあさんは腰を抜かしていたようだった。指差した方向に便所が見えた。電球の明かりが不気味に揺れている。薄暗い便所の入り口から、中をゆっくりと覗くが何もいない。ほっとしたおじが、川田のおばあさんに一声かけた。川田さん、何もいないじゃないか。夢でも見たか?ああ、そこ、そこだよ。そこ?だから何も。おじが振り返ると同時に、娘二人が悲鳴を上げた。薄暗い便所の、さらに暗い便器の穴にそれはいた。便器の中から、人間の目とおぼしきものが、こちらの様子を伺っていたのだ。四人は絶叫した。便器の暗中から、目だけがよろよろと動いていた。その悲鳴を聞いて、近所の住人が飛び込んできたが、その時にはもう、その目の持ち主は便器の中にはいなかったそうだ。寝ぼけて見間違えたんじゃないか?そういぶかしく思う者もいたそうだが、川田のおばあさんを含め、5人がそれを目撃したこと、おばあさんの身に起きたことがそれを否定。おばあさんは、恐ろしそうに起きたことを淡々と語った。おばあさんが夜中に目が覚めて、用を足しに便所に向かった。電気をつけて便器にまたがり、下着に手をかけた時、ふと便器の中で、何かが動く気配があったように感じた。しばし様子を伺っていると、眼球が2つ浮き上がるように湧いてきたという。それだけでなく、おばあさんの左足首を、便器の中から黒い手が掴んできたというのだ。おばあさんは転げるように便所から逃げた。腰を抜かして動けなくなったところに、おば一家がやってきたという。その証言を裏付けるかのように、おばあさんの足首には、何かに掴まれたような跡があった。糞尿まみれの手形が、はっきりと残っていたそうだ。それからも、近隣の家々で不可解なことが起きたという。ある家では便器の中からうめき声が、ある家では便所に黒い人影を見たなどなど、信憑性に欠けるものも多く、どこまでが本当かわからなかったとおばは言った。そのようなことが頻発する中、陽一の霊の仕業だという噂で持ちきりとなった。陽一の両親は一人息子の死、図に加え、そういった噂に耐えきれなかったのだろう。豪邸を売り払い、どこか別の土地に引っ越していったそうだ。そんなことがあってから月日が流れ、水洗便所が普及し始めると、そのあたりでは我先に導入したそうだ。水洗便所に切り替えると、不思議とそういった不可解な現象は、なくなっていったという。結局、陽一の死後の覗きが、誰によるものかははっきりしなかった。本当に霊によるものか、それともいたずらの類か、便乗したものなのか、今となっては真偽は全くわからない。この話の最後におばは言った。仮に陽一の霊だとして、行き場を失った陽一はどこに行ったのかね?あの子には、どこにも居場所がないように思えるよ。陽一の無念が水に流れたのかは、誰にもわからない。話は以上となります。コメントをしていただけると、動画制作の励みになります。チャンネル登録と高評価もお願いします。ご視聴いただきありがとうございました。次回の動画をお楽しみに。